今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は珍味の菊屋さんに伺いました。ひょっとして1年で一番忙しい時期ではないでしょうか。早速お話伺いましょう。こんにちは。あ、どうもご無沙汰しております。はい、はい、こんにちは、はい、こんにちは。12月でもう師走、はい、観光客の方多いですね。すごくそうなんですよ、すごく多くて、はい、ちょっと体がついていけてない感じなんですけどもそうですか、はい、まあでも嬉しい悲鳴っていう感じですね。そうなんですけどもね、はいはい、体を壊しない顔大丈夫です。はい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 、さあそしてこちらにお正月に本当にうってつけの商品がいっぱいありますのでご紹介いただきましょう。そうですね、もうお正月の商品、まあ、お正月だけ置く商品がありまして、はい、まあ、かまぼこでいうとかまぼこ箱板になっているこういうかまぼこ、あらららら、ら綺麗、はいはい、あとこういう絵馬でちょっとうさぎ、ちょっと見にくいんですけども、うさぎがこう書いてあるやつが来ています。素敵、はいはい、これはお家で、まあ、適宜切るということですね。お重に並べていただいたら、はい、いいですね、はい、ハムとチーズの一幕になったかまぼこなんかも、あらららら、はい、これもやっぱりお重の中の一品っていう感じでしょうか。やっぱこういうひょうたんを、まあ、しば漬けっていうんでしょうか、ピクルスみたいにした、はい、すごい、はい、これはこのまま並べて食べてもらえますので、お重がちょっとこう華やかになるというんですかね、はい、ちょっとアクセントになりますので、これもいいかと、まあ、くわいでもなくひょうたんだっていうことですね。そういうことですね。あ、いいですね、はい、なんか珍しいですね。あのね、ずっとあるんですけどね、一年中ね、はい、うちはこう正月だけ置くようにしています。ああ、そうなんですか、はい、ひょうたんって食べることができるんですね。あの、食べれないのもあるらしいんですけどこれは食べれるみたいそうですか、はい、でこれはチョロギですね。チョロギ、あのチョロギがあります、はい、であとこういうつくばね、はい、つくばね知らない、これは食べられないんですが、あの羽子板の羽根に似た、あの実で、木の実でね、はい、あの縁起がいいということで、はい、あのおせちに、まあ、飾りとして添える、入れる、はい、ただこれがね、今なんか鹿とか熊が食べて大変品薄のものになってまして。そうですか、初めて見ました、はい、あ、そうですか、はい、これはまあ、料理屋さんなんかでよく、まあ、おせちに出たりするんですね、はい、それからこのカラスミ、ね、立派ですね。そうです、新物の国産カラスミが入っていますので、ぜひやられたいかな。いやー、買って帰りますと言いたいところですが、はい、ちょっと、はい、考えます、よろしくお願いします、はい、忙しい今日は菊屋さんにお話伺いました。ありがとうございました。